フェラーリ158回1は、スクーベリアフェラーリが1964年から1965年にかけて F1 世界選手権で使用したフォーミュラワンカーである。社名の158は、1500cc の8、気筒エンジンを表す。1964年にコンストラクターズタイトルとドライバーズタイトルの2巻を獲得した。 158回1は156回1の後継者としてマウロ・フォルギエリを中心に開発された。エンジンはバンク角90度の 1489CCV 型8気筒でボッシュ製燃料噴射装置を装備し 210PS11000RPM を発生した。シャーシュは156回1後期型で使用したアエロと呼ばれる。 セミモノコック方式を継続。外観では、ノーズサイドの中だくと、水色に塗られた、ホイール、エンジンカウルから露出した、吸気管などの特徴がある。フェラーリは、並行して、バンク角180度の V 型12気筒エンジンを、搭載する1512回位置も開発した。このエンジンは1970年代に結実する。 水平対抗12気筒路線の原点となった。ボディは、同チーム発の FRP 制とされた。1964年シーズン序盤戦、158回、1は、信頼性不足により部長だったが、熟成とともに、成績も上向き、第6戦ドイツ GP、第8戦の地元イタリア GP で、エースドライバーのジョン・サーティースのドライブにより、ポール・トゥ・ウィンを達成する。 第9戦アメリカ GP から実戦投入された1512回位置はロレンツォ・バンディーニに委ねられた。前年王者のジム・クラークの得点が伸び悩んだことでドライバーズタイトルはクラーク、サーティース、グラハムヒルの三つどもえの争いとなる。最終戦メキシコ GP では残り2周で王座目前のクラークがリタイアし、フェラーリ陣営はチームオーダーを発動。 バンディに22位を譲られたサーティースが、昼に1点差で、ドライバーズチャンピオンとなり、コンストラクターズと合わせて2冠を達成した。1500cc エンジン規定最終年となる1965年シーズンは1512回、1を主戦とする予定だったが、実際は158回1と併用する形になった。この年は、クラーク・ロータス33の組み合わせが圧勝し、 フェラーリ勢は2位に回が最高成績だった。サーティースがスポーツカーレースで足を負傷したため終盤2戦はペドロロドリゲスに登場の機会が与えられた。1964年フェラーリはスポーツカー世界選手権用に開発した 250LM が GT カテゴリーに公認されなかったことに不満を抱きイタリア自動車協会に競技ライセンスを 返上するという抗議活動を行った。しかし、チャンピオン獲得の可能性のある F1 を欠場するわけにはいかず、終盤戦のアメリカ GP、メキシコ GP では、北米のディーラー系チーム、ノースアメリカンレーシングチームの名義でエントリーした。フェラーリのカラーリングといえば、イタリアのレースにおけるナショナルカラーである赤色が有名だが、 この2000では青地に白いストライプというアメリカのナショナルカラーにペイントされた。プライベーターを除けば、ワークスの青いフェラーリは歴史的にも珍しい。158回1のリアエンド 158F1 フェラーリドットコム2011年7月26日閲覧 512F1 フェラーリドットコム 2011年7月26日閲覧。ありがとうございます。